2022年2月24日にロシアがウクライナへの侵略を開始してから10ヶ月が経過したけど、当初国際社会が早期に決着がつくと見ていた侵略戦争はいつ終わるともわからない長期戦となっているよね。このままだと1年が経過するのもあっという間になりそうだね。当時国だけじゃなく、支援をする側も疲弊が見え始めるほど長期化してるけど、人員や戦車などの兵器に大量の損失を出したロシア軍の進撃速度が停滞する中、9月から始まったウクライナ軍による東部戦線、南部戦線での反転攻勢によって、ウクライナ軍が占領されていた地域を大きく奪還した後、いずれの戦線も停滞していたのであるが、2022年の年末近くになって東部ドンバス地方のルハンシク州で戦況が変わりつつあることが伝えられているね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍に東部ルハンシク州の要衝奪還の動きが見えたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのシンクタンク戦争研究所が12月27日に発表した戦況分析によると、ルハンシク州の要衝クレミンナとスバトボにおいてウクライナ軍が奪還に向けて動き出しているとして、9月の反攻で奪還して解放に成功したハルキウ州から増援の部隊をルハンシク州に送り込んでいることが伝えられ、両市の奪還に向けて動いている可能性が高いとしたほか、ニューヨークタイムズ紙も同日の電子版にて、ウクライナ軍がクレミンナを奪還する可能性があると報じたよ。クレミンナで戦闘が激しくなっていることは、ルハンシク州のウクライナ側の知事であるハイダイ知事が、12月27日に SNS に投稿していて、それによるとクレミンナ周辺のロシア軍は多数の戦傷者を出しながらも、戦力を大幅に増強していて、クレミンナへの接近を試みるウクライナ軍は地雷原などにも悩まされて進撃が難しくなっているとしており、そのことはイギリス国防省も28日にここ数日は、ロシア軍がクレミンナで兵力を増強している可能性が高いとして、激しい攻防戦が今後も続くとの見方を示しているんだ。ドネツク州のクレミンナ市は、スバトボから南に伸びている P66 という重要な幹線道路沿いに位置しており、この幹線道路はさらにリシチャンシクからルハンシク州の州都ルハンシク市まで伸びている重要な補給路であり、ウクライナ軍の反攻以前にはさらに北に伸びる幹線道路 P07 によって、ハルキウ州クピャンスク市からロシアのベルゴルド州にまでつながる最重要な補給路であったよ。しかし、ウクライナ軍の反攻によってクピャンスクが奪還されて以降、この P07 が補給路として使用できなくなったため、スバトボへの補給路として P66 の重要性が増し、クレミンナが要衝として重要視されているだけでなく、南東 20km ほどしか離れていない交通の要衝であるリシチャンシクやセベロドネツクに対してウクライナ軍の攻勢が強まることになるね。補給路を潰していくウクライナの戦法に打開策を見出さなきゃ、ロシアは苦しいままだろうね。ハイダイ氏によれば、現時点ではスバトボからクレミンナまでの P66 は12月の上旬からウクライナ軍の支配下にあるとされていて、スバトボのロシア軍への補給は東のスタロビルスクなどから実施されていると見られているが、ウクライナ軍がクレミンナやスバトベの北西に位置する補給の拠点であるクピャンスクを奪還していこう。クレミンナを奪還された場合はスバトボが完全に孤立状態となるため、ロシア軍にとってクレミンナの重要性は増していたんだ。また、ロシア軍はルハンシク州において P66 沿いに北のロシア国境付近から南はクレミンナまでの 100km ほどの間に、竜の歯と呼ばれる対戦車防衛ラインと塹壕による防御陣地を構築していることが、衛星画像から明らかにされていて、それらがほぼ完成していることも確認されているみたい。この竜の歯とは、無限軌道のキャタピラーによって道路以外の不整地でも行動可能な戦車による、防御ライン突破を食い止めるために考え出された人工障害物で、一般的なものとしては鉄筋コンクリートなどで作られた海岸でよく見かける、テトラポッドのような四角錐の障害物を密に並べたラインのことだね。戦車などキャタピラーがある車両は不整地を自由に動き回れるものの、幅のある川や塹壕などを乗り越えられない弱点があるほか、
高さのある障害物を乗り越えようとして、戦車の底部が障害物の先端部に乗り上げてしまうと身動きが取れなくなることから、このテトラポッドのような四角錐を戦車が突撃してくる方向から次第に高くして、縦に4から5列ほど敷き詰めたものが竜の歯で、それらを横に広く並べた様子が、竜の歯のように見えることからその名が付けられたんだ。竜の歯は戦車が登場した第一次世界大戦に考案されて以来、第二次大戦でも各地に広く使用されていて、その場を戦車が突破できなくなることを目的とする他に、数箇所の切れ目であるキルゾーンを設けて、そこに敵戦車を迂回させ、そこには対戦車砲や対戦車ミサイルを配備した上に対戦車地雷などを敷き詰めて、戦車部隊を殲滅する攻撃的な防御戦術にも有効とされているよ。ルハンシク州の竜の歯においても数箇所の切れ目キルゾーンがあり、ウクライナ軍の機甲部隊はそこの突破を狙っていると見られ、ロシア軍もその地点に次々に増援を送り込んで激戦が展開されているものと見られているよ。しかしながら、ルハンシク州の竜の歯はその南限がクレミンナまでであり、ウクライナ軍はクレミンナの奪還に成功すれば、竜の歯の裏側に回り込むことも可能となり、予備兵力を前線に投入しているロシア軍の手薄な後方を突くことができ、ルハンシク州における戦況が一気にウクライナ軍有利に傾く可能性が指摘されているんだ。そのように激戦が続いていると見られるクレミンナの戦況について28日に、ウクライナ軍の高官がクレミンナのロシア軍司令部がクレミンナから撤退し、南東のリシチャンシクとの間にあるルビージュネに後退したとの認識を示して、クレミンナの奪還が近づいていると述べたことが報じられたよ。このことに関してハイダイ知事もまた、クレミンナ市に駐留していたロシアの医師やインフラ修理要員などの民間人が、業務を中止してロシア領内に退去したことを地元テレビのインタビューにおいて語っているみたい。ハイダイ氏はさらに、ウクライナ軍がクレミンナを奪還した後について二つの選択肢があるとして、一つはロシア軍のルハンシク州における後方支援の拠点となっている同州中央部スタロビルスクへ進軍して抑えることで、ルハンシク州のロシア軍への兵站補給体制を高機動ロケット砲システムハイマースなどによる、火力で制御できることにつながるだろうとし、ルハンシク州内においてロシア軍が兵員や装備を、無事に移動させうる道路がほぼなくなることになると述べたんだって。そして二つ目の戦術として、クレミンナに近いルビージュネからリシチャンシク首都セベロドネツク領地へ前進することを挙げ、そのことによってルハンスク州に隣接する東部ドネツク州でウクライナ軍が防衛している、バフムートに攻勢をかけているロシア軍に対して、北から横腹を突く攻撃を仕掛けることでバフムートへの増援になるとも語っているよ。ルハンシク州はロシア軍によって7月までにほぼ全域を制圧されていて、9月末にプーチン大統領が一方的に併合を宣言したドネツク州、ザポリージャ州、ドネツク州を含む4州では、ただ一つロシアが支配下に置いたと言える州だったよね。2022年12月時点のロシア軍は、ヘルソン州においてはドニプロ川の西岸一帯を奪還され、ザポリージャ州でも中部の都市メリトポリに迫られ、ドネツク州ではバフムートで唯一攻勢に出ているものの、半年以上かけても占領できない状況の中で、ルハンシク州の奪還が進むことは、プーチン大統領にとっては大きな痛手になると見られているよ。焦るロシアは、ウクライナ全土への民間インフラを狙った非人道的な無差別ミサイル攻撃を続けて、ウクライナ国民の戦意をそぐ戦略に出ているが、12月に入り巡航ミサイルを発射する戦略爆撃機の、ロシア国内の基地がウクライナ軍によると見られるドローン攻撃を受け、戦略爆撃機が他の基地に対比するなどしており、これらの報復攻撃によってインフラを破壊され苦しむ、ウクライナ国民の士気はますます高くなるとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。